のお役に立てたなら嬉しいです。ねえゆいちゃん、さっきキリトが言っていたように、そこって新しい素材アイテムとかあったりするのかな？可能性はあると思います。そうか、まだ見ぬレア素材、新しいスキルだったらピナのパワーアップも。私の武器ももっと強くなるかもしれない。私ももっと。ちょっとみんな、もしかして行くつもりなの？いいじゃないか別に、俺だってちゃんと帰ってこれたんだから。でも高難度エリアで手に入るアイテムでみんなを強化できれば、この先の攻略だって楽になるだろ。そうすれば100層クリアだって現実味を帯びてくれ。それは確かにそうね。なら私も行くわ。キリト君だけを行かせるわけにはいかないもん。それに向こうで知り合った人もいるしな。もしかして、パパ、その、もしかしなくても。よくわかったな。フィリアってこと向こうで知り合ったんだ。ほらね、フラフラしていただけじゃなくて女の子を口説いてたんだ。くどくとかそういうんじゃないよ。どうだか、どうせ力になってやりたいんだとか言ってきたんでしょ。キリト君、私が泣くほど心配して必死に探していた時に女の子と。待て待て、たまたまだって。たまたま向こうに行ったら女の子がいて、スカルリーパーとか出てきたから一緒に戦っただけだよ。キリト君のバカ。知らない。勘弁してくれよ自業自得。でもまあ、何かあっても黒の剣士様がいることだし、探索には行こうよ。どうかな、この世界にいつまでもいるわけにいかないもの。あ、私も行きたいです。キリトさんと一緒ならきっと強くなれます。よし、決ま…もう…でも、今日はやめておいてね。あ、さっき、スカルリーパーと戦ったとか言っていたでしょ。今日はゆっくり休みなさい。いや、でも、HP は全開してるし。パパ、今日はママのそばにいてあげてください。あ、そうだな。悪いが、一つだけ頼みがある。何かな？簡単に負けるつもりはないが、もし俺が死んだら、しばらくでいい。アスナが自殺できないように計らってほしい。おう？よかろう？キリト君、ダメだよ！そんなの、そんなのないよ！遊ばれてるのか。
アスナ。バカバカバカ。本当よかった。キリト君。ごめん、アスナ。よかった。キリト君。カヤバ。わからない。でも。そうか。俺はあいつを倒した。のか。おい。おいおいおい、やったじゃねえか、霧の字。クライン。何ボサッとしてんだ。倒したんだよ、ラスボスを。おめえは勝ったんだよ。で、おう、本当にやったのか。これでクリアなのか。どうなんだ。俺は見た、倒したのを。勝っただろ、これ。そうだよ。これで俺たちは解放されるぞ。勝った。勝ったんだよ。終わったんだ。そうか。俺はあいつを。キリト君、よかった。アスナ。お二人さん、見つめ合うのはエンディングテーマが流れてからにしてもらえますかね。見せつけんなよな、ご両に。羨ましいな、この。あのな。茶化さないでよ、みんな。いいさ、見てろよ。俺だってリアルに戻ったら彼女を作って幸せになってやるからな。ところで、キリト。ん？俺たちいつ戻るんだ？現実によ。いつって。ヒースクリフは倒したんだよな。ヒースクリフ。いや、カヤバアキヒコは、自分。私も、そう言ってたの聞いてたよ。けど、何も起こらない。何か嫌な感じがするね。じゃあなんで終わらないんだよ。本当は、元に戻る方法なんてないんじゃねえのか。いや、ヒースクリフ。なら、なぜクリアにならない？他に条件があるのか？キリト！俺たちはこれからどうすりゃいいんだよ！俺にもわからない。確かなのは、このゲームは今も動き続けてるってことだけだ。そんな、私たちはまだ戦わなきゃならないの？おいおい、マジかよ！キリト！先に進む扉が開いたぞ。76層へと進む扉。進むか。キリト君。キリト。ゲームが終わらない以上、今は先に進むしかないか。行こう、76層へ。この世界は、ソードアートオンライン、S、VRMMORPG と呼ばれるそのゲームは、ナーブギアのソフトとして、2022年に発売された。ナーブギアは、脳に直接信号を送ることで、プレイヤーの五感すべてにアクセスすることができる、新世代のゲームハード。それは、完全なる仮想空間の実現。自分自身がゲームの世界へ丸ごと入り込むような体験に、ナーブギアのキラータイトルとして期待されていた SAO は、初回ロットがわずか1万本ということもあり、即時完売。正式サービス開始とともに、ゲームの中に飛び込んだプレイヤーたちは、これから始まる冒険に心を躍らせた。しかし、そんな気持ちを一転する出来事が起こる。ゲームを開始してほどなく、プレイヤーたちはゲームを終了させるログアウトボタンがメニューから消えていることに気づく。不穏な空気が次第に流れ始めた時、およそ1万人のプレイヤーたちを前に、そのアバターは自身をカヤバアキヒコと名乗り、この世界をコントロールできる唯一の存在であると言った。アバターが名乗ったカヤバアキヒコという男こそ、この SAO の開発ディレクターであり、
酒屋場はプレイヤーたちに話を続けた。ログアウトのボタンが消えていることは不具合ではなく、このゲーム本来の仕様であるということ。さらにゲーム外部の人間がゲームを停止させたり解除させることもありえない。つまり全てのプレイヤーはこの SAO という仮想空間から出ることができないということになる。そして茅場からこのゲームの最も重要なルールが告げられる。外部からの強制的なゲーム停止の試み、またはゲーム中にプレイヤーのヒットポイントがゼロになった時、ナーブギアより発せられる高出力マイクロウェーブが脳を焼き、プレイヤーの生命活動を停止させる。無事にゲームから脱出するには、このゲームをクリアする以外に方法はない。茅場の話に唖然とする者、悲鳴を上げる者、まさに、この SAO というゲームが、デスゲームへと変貌した瞬間だった。デスゲームの攻略、命がけとなるこのゲームの攻略は、攻略組と呼ばれる戦闘経験に長けたプレイヤーたちが行っている。ゲーム開始時にいたおよそ1万人のプレイヤーはその数を約6000人まで減らし、 SAO の舞台であるアインクラッド、その全部で100層あるフロアのうち第75層までを攻略していた。しかし第75層の攻略で多くの犠牲が出てしまう。攻略を終えた時、失った犠牲者の数に生き残ったみんなが絶望した。ただ一人を除いて、ヒースクリフ、最強クラスのプレイヤーギルド、プレイヤー離れした強さを持つその男こそ SAO という世界を作り、デスゲームを始めた張本人。正体を明かした茅場はこの場で自分に勝つことができれば全プレイヤーの解放を約束し、決闘を行い、ゲームマスターであり創造主たるヒースクリフ、かやぶこのゲームは終焉を迎えると思われたのだが、未だ目の前に広がる仮想空間の世界、ログアウトされない現状に不安を抱えたまま、次なる層第76層へ進んでいく。2024年11月7日。